クウェートで中東呼吸器症候群確命判定を受けた A 氏と接触していた企業の職員19人が現地の医療機関の検査を受け、現在結果を待っていると韓国外交部が11日、明らかにした。外交部当局者はこの日、クウェートの保健当局は確命者と接触していた企業の職員のうち、 検査を希望した19人のサンプルを採取して分析中とし、結果は12日に分かる予定と伝えた。これに先立ち、別の12リワサル9日、肉眼検診の結果、得意な所見がなく異常なしとの判定を受け、1人はサンプル採取の分析を通じて、 陰性判定を受けて現在まで30人がクーエイト保健当局の検査を受けた状態だと、同当局者は伝えた。クーエイトの保健当局は今後、各見物と接触した他の企業の職員に対しても本人の希望により順次、検査を実施する方針だ。